さて、行くか、アリシア。トールには俺たちが向かうって連絡してるのか。すみません、トールは普段から連絡を取らないのです。自分の部屋に戻るのも戦闘に満足してからなので、数日付で帰ってこないのが当たり前になってまして。そうか、トールは俺の考えを聞いてくれると思うか。トールは自分にとって面白いかどうかが全てです。それにあの子は難しい話はわかりませんし、効率や方針の話をしても面白くないと判断すれば耳すら貸しません。聞く限りお子様だな。向かうぞ、エラーにも気をつけるぞ。ミエル、エンジェルコートは解くなよ。そして射撃は絶対に守れ。ここでは俺たちは餌だ。どこから狙われてもおかしくない。了解、主様も離れないでね。いた、エラーだ。火球の方だな。アリシア、討伐できるか。お任せを。やはりこの時間は多いですね。キモいんだけど。そうだな、頑張ってくれ。ねえ、私が狙われるんだけど。そうか、エテルを盾にしろとか言ってたんだから、まずは人間実行しないとな。盾させませんよ、私が指一本主様に触れさせない。無限支配。いや、すご、当たり一面エラーよりアリシアの方が多いぞ。このアリシアたちの一体の戦力は本物と同等、能力も特性も全て共有し、得た記憶や経験も全て共有する。単純に戦力が倍に増えて、軍隊を形成する。そして器や状態、魂までも同じのため、本物を変えることも可能。故にこの分身全てが本物。最上級神序列2位、神王30位以内候補の実力を見せてあげますよ。エラーを殲滅せよ。凄まじいな。それって綺麗な別の個体をどこかに置いておけば、戦場でどれだけ傷ついても無傷ってことになるんじゃないのか。はい、実際そうやっています。そしてこの分身した個体には実体を持たせていますので、能力削除系能力を使われても消えません。対策もバッチリです。無限は文字通り有限が存在しない能力。逆を言えばそれだけの話です。わかりやすく炎を出したり雷を出す能力ではありません。え、それにしては。十分いろいろやってない。それは私の能力は3つありますので。有限をなくす、無限支配。この世界に存在する現象や物質を扱える、万物支配。この世界の物理法則関連全てを扱う、物理支配。これらで私は戦っています。どれも一つあるだけで地球では最強を名乗れそうな能力ばかり。上には上がいるんだな、本当。出てきましたよ、中級です。でかいな、他が小さく見えるよ。あの火球エラーはあの中級、プレデターロードの餌です。一体捕食することで全回復です。そして能力は、捕食、繁殖、感染、食べて回復、食べて量産、その残りカスで感染物質とガスを扱う。個体値は一番低いですが、厄介度で言えば昨日戦った個体値最強のケタブザドより上。ケタブザド自体の被害は防げていますからね。ですがこいつの被害は、エラー被害で一番です。このようにこれも年間数をパワーアップしています。やっぱ主様、あいつら1対1体が虚構迷宮で戦っていた主様より強いよ。どうするの。ちょっと逃げる邪魔、しっかりエンジェルコートで守ってなさい。つまりあの中級をさっさと叩いて、火球を始末しないと外番で飲まれるってことか。ああ、もうすごく邪魔だな、この天地もどき。主様、しっかり見ていてください。できる限り相手の技を出させます。それまでは無限アリシアでしのぎますので。さ、あのバカ。もう食うのを獲物を。とりなってんだ、無礼者を。やいやい、アリシア、僕の獲物を許可なく倒さないでよ。僕すー、僕待ってたんだから。すごい威力。一瞬でここ一体が。タイム、あれほど言ったのに、過剰な火力で攻撃ばかりしていたら敵を倒す以前に帝国が壊れます。加減をしなさい。ああ、またアリシアがつまんないこと言ってるよ。僕の管轄だからほっといてって話も聞かないくせに、そっちは横とっけってうるさいんだ。やばよ、むしろ四六時中戦って帝国の安全を守っているんだから褒めてほしいくらいだよ。誰のおかげで夜ぐっすり寝れていると思ってるの。待ってくれアリシア、喧嘩をしに来たわけじゃない。彼女がトールでいいんだな。はい、先行部隊の副総長、トール、ケラウノスです。まあ、見たまんま子供だな。無邪気と反抗期ゆえに自分の考えを優先したい。自分が絶対に正しいと思い込んでる思春期にありがちな思考だな。まずは会話だな。そこからどこまで話が通用するか確認だ。はじめましてトール、俺はパト、一応帝国の王なんだけど。わかる。そうだろうね、僕もかなりすごいのに、そんな僕が砂粒だと思ってしまうほど馬鹿げた潜在能力、主だろうね。潜在能力がわかるのか。当然、僕はどうあがいても王にはなれない、王になれない以上僕の願望は叶わない、それが決まってるのってすごくつまんないじゃん。だからといって目先の最強について言っても数年後に落ちぶれてちゃ意味がない、僕は長い間ずっと願望を叶えたいからね。
だから僕は潜在能力が高いやつを認めている。それが結果的に僕の願望を長期的に叶えてくれる存在だからね。だからこそ潜在能力を見る力は自分で頑張って身につけた。頑張って、それじゃあ主も帰ってきたわけだ。となると討伐ももっとしっかりしないといけないね。もしトールは俺が頭下げてお願いしたら言うことを聞いてくれるか。たとえそれが自分のやりたくないことでも、一時的でもいいんだけど。別にいいけど、その代わり僕のお願いも聞いてもらうよ。一方的はダメ。それだとフェアじゃないし。僕は戦いの神、闘神、戦うことしか能がないんだ。つまり戦いは僕の専門。それに言いがかりだけはつけないでほしい。もちろん戦いから遠ざけるのもダメ。僕から戦いを取ったら無能だからね。それらの条件を満たしてくれるなら僕は主のお願いを何でも聞いてあげるよ。アリシアたちみたいに、自分の考えが正しい。だから言うこと聞け、こうしろっていうのはダメ。それは僕という存在を無視している。なら僕も無視させてもらう、それだけだよ。なるほど。つまり命令を通るは、相手のわがまま、と認識しているのか。だから、お前のわがままを聞いてやるから自分のわがままも聞け、って言いたいんだな。当人通る、最後の質問だ。これは君の認識確認の話だ。特にこうしようって意図はないから勘違いしないでくれ。君は戦いの神だ。つまり、決闘で負けた方が勝った方の言い分を無償で聞く、という認識があったりするか。へえ、さすがは主、僕のことを理解してるね。あるよ、その通りだ。でも主は無理かもよ、弱いもん。聞いただけさ、話せてよかった。これからも大変だと思うけどエラー討伐頑張ってね。いいね、主は今のメンバーと違って話を理解してくれそうだ。どうでしたか？想像通りかな。でも思ったより話はわかる子だよ。あくまで価値観と認識の違いがあるって感じだ。それじゃあうまくいきそう。ダメだ、明日トールをねじ伏せる。戦うタイミングは必要だ。それを見境なしに潰してるなんて話にならない。俺が今やりたいのは、19エラーの同時討伐、汚染の除去、その後の新しい汚染跡によるエラーの移動ルート、からの現況把握。だから今は、19エラーの特徴確認、19エラー消滅から復活までの時間、これをやっている。見ての通りこのありさま、ロートみたいにケタブガドの特徴やら特性、復活時間を細かく観察してくれているならいいけど、今回みたいに即討伐されてちゃ把握もできない、あの言い分だと観察してくれってお願いするのも無理だ。それは僕の戦い方じゃない、で終わる。どちらにせよ、目標を統一させる必要があるのに、等価交換、は話にならない。我慢ができないなら無理やり言うことを聞かせるしかないんだ。パト様の意見に同意します。ですが彼女は強いです。最上級神獣位、間違いなく帝国で5本指に入る実力です。その上、東王豪帝神、と呼ばれる闘神の最高位、私は2位ですが、戦闘面に関してはトールの方が強いです。間違いなく。だけど俺はどうあがいても勝てない。アリシアも賞賛が弱い。ってなると。そうだ。アリシア、トールの能力と特性を把握しているか。いえ、ですがトールは正直者なのでおそらく本人に聞いたら全部教えてくれると思いますが。オッケー、それじゃあ今日どこかでできる限り情報を集めておいて。主様はどうするの？武将ソルテのところ、明日すぐ行動を起こしたいけど、反感買われたら元も子もないからね。ソルテとラルの話はできる限り聞いておかないといけないんだ。さっきの化け物を後2体も相手するの？いえ、この時間だと2人ならすでに撃破しているはずです。エラーは早朝から行かなければ出会えません。今回みたいに、現場にいる人よりも早く出くわす必要があるので。というわけだ、目的はソルテとラル、行くぞミエル。待ってよ主様。すごい、正直トールの能力と特性は把握していますし、私ならトールを倒すのもたやすい。そういう場合じゃない、でもパト様の力を試したくなった。この人は一体どこまで戦えるのかと。もしいかなる方法でもトールを納得させれたなら、私はパト様のいかなる言葉も信じ、すべてをねじ伏せる権威でも守る盾にでもなりましょう。パト様の言葉が善悪関係なく正義と信じて。ごめんなさい、でも私にパト様の主導力を見させてください。あんなでかいの聞いてない。あれは無理だよ。はぁ、なんで主様は守って私は守ってくれないの？いっぱいいるなら私も守ってよ。そうだ、パト様を守れー。へぇ？あぁ、パト様に怪我一つさせるなぁ。私の扱い雑すぎるよ。こんなにも可愛くてけなげな慈悲の天使なのに。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。
してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。